フルマラソンを楽に走る。今回は走る上で最も意識すべきことは何かについてお話ししてみたいと思います。歩いたり走ったりする行動は体を前方へ移動させることと言えます。ではどのようにスムーズに前方へ運ぶかが鍵になります。右足の着地から蹴り出しまでのスローモーションです。足の付け根、大天使からくるぶしを線で結んでいます。この一連の流れはくるぶしを支点として一本の棒が前へ倒れるように動きます。着地から上体を右側の骨盤に乗せ、お尻の筋肉、臀筋を使って一気に蹴り上げます。蹴り上げるというより地面を押す感覚でもいいと思います。つまりここで一気に力を込めることにより上体は前へ進みます。次に左足の着地を見てみます。着地した足は棒が前へ倒れるように設置した瞬間にお尻の力で地面を一気に蹴り上げる。お尻、臀筋の力は足に比べて太く強い。臀筋と同時に太ももの後ろ側ハムストリングも使われます。これらの筋肉は長時間耐えることができます。走る上で最も意識すること、着地の瞬間に最も力を使うという意識を持つ。後ろ足で押し出している感覚であり、走り幅跳びのような感覚でもあり、スキージャンプのような感覚とも言えます。今回の動画が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。